よろしくお願いします。週刊ウニュです。岩井まさか YouTube からお送りしてます。お相手は、はい、いつもの三好でございます。よろしくお願いしよろましくお願いす。しまそしては、また、今日は振り返りからいきますす。が、はーい。では、作った動画を見せてもらいましょう。はい。こちらですね。これは説明が。これは、あれですね。なんか、説明のものとは違うイメージにはなりますあ、そうね。これそう。ね。だいぶね。まあまあ、基本の仕組みは、紙が重なるシリーズで、ああ、なるなんほど。か正方形の折り紙の斜めに切れ線が入ってるのをうまく絡み合わせると、こんな感じになるんじゃないかってやつですけど、そうですよね。そして、なんつうの、四つどもい形で重なってるはずなんですけど、見た目ではあれですね、正方形の間から斜め線が出てきて、全部広がるとちっちゃい正方形になるっていう感あ、じになりままあ、すよね。そうっすね。で、同じ回色のとこ転だらしさは一け、切ない。そうそう、同じ色のとこだけ抜き出してみると、途中ちょっと鞘形的な、時代さや劇方の、ね。襖絵みたいなやつになりますけあ、ど、失礼。さや方、あ、そうね、さや方わかります。わかりますけど、見てる人はわからないかもしれないが。あ、だからさ、あれ、前回にさや方出てましたっけ？いや、出してないかも。出してないか。じゃあ、さや方調べてもらえばいいかな、さや まあ方ね、で。漢字も難しいんだけどね。あ、さあやって字ですよそうね。そう、さあやってるし。なんか素敵なモデルさんみたいな字。で、これは、色は実はだいぶ悩んだけど。そうそう、ちょっとね、最近、前回の提案動画だと薄くて、で、境界線があればまだしもだったんだけど、それは、そうね。いろいろ悩ましいところで。ない方が不思議には見えるんで、とか思そうったんそう。ですけど、まあ、ある方が分かりやすいというか分かりやすそい。の辺のところで。まあ、このぐらいの色の濃さだとね、境界線も気にならない感じなので。なるほど。あ、これは一応、なんか、世のネットにあったみかんの木の色っていう、だからみかんと木と葉っぱと枝とかみたいな色になってますあ、ね。そう。いや、なかなか素敵ですああ、ね。じゃあ、これはこれでよかったというはい。まだ仮のタイトルだ。か。ああ、こいいれかはあな。れですね。またちゃんとレンダリングして、ええ。YouTube にあげます、じゃあ。みかんの木の色っていうタイトルああ、だと。これはズートルビーの タイトルみたいになってますけど、いや、またちゃんとタイトルはちゃんとします。はい。じゃあ、これはもうで、これで、なんだっけ、一つ言っておくと、閉じ切った後開くところが、もう、行った道を帰るんじゃなくて、違う道で帰ってくるんですああ、ね。そうですね。横線、縦線が行って帰っての時の、横に潰れると、縦に開いて帰っそう、てくる。横に倒つぶれると、ああ、場所で見るとそうかな。実際、中心もずれてはいるので、どこが中心か見つけるのも大変だけど、まあ、つまり正方形がでかくなったときは、ずれてますね。場所が。と思います。なるほど、なるほど。指で刺しとけ本当ば。だ。ずれていく、ずれていく。指で刺しても YouTube には出ないんですけど。あ、マウスで置いとけばいいのか。マウマウスス小さいけが、ど、どうだ？ここを中心だと思うとずれるよね。この辺？わかんない。ここがセンターだと思ってると、いや、ずセれンてるターな。はね、実はね、その斜め線の方のセンターです。斜め線の方。4色、ああ。斜めに絡まっこれ？て、あそこがセンター。あれ？あ、そここかセンな？ターか。そこのあ、でもうも一個動いた、左動いか、た。もう一個左じゃないですか。さっき途中まで動かなかったのが動いた気がする。
なんだ、もうよくわからない。あ、本当だ。ここで行ったと次どっか違う方に移るのかな。あ、ほらほら。あ、そこ左です。そこの時左です。あ、そうなの？今左。から。あ、今度こっち。うん、そう、そうなってますんで。中心がずれてますんで。そうか。まあ気づかないからいっか。気づかない。絶対気づかないし、合わせようとするのは無理なんで。合わせようとすると。あ、そういうものなんですね。あ、それはそっか。合わせようとすると、微妙にこうずれていくようなものですね。はい。なるほど。それはそうです。なんかこれが唯一の切り替えなのかはどこかまだちょっと岩井には分かってないところもあるけど、うん、まあまあ一番裏にはまってる変わり方かもしれません、ね、これ提案段階ではこう、斜めに噛み合ってそのまますり抜けたりとか、V の字に返ってくるみたいなことを言ってたんですけど、それをやろうとするとこれ以上やるとそこの斜め線でちっちゃくなった正方形から食い込み出すので、どう食い込んだらいいかがちょっと分かんないかもしれない。私完全にそのまあ4枚の折り紙なりが重なりきった時に全平面が1枚に集まって、そうそう、全平面が1枚になって、まあそういうこともよくあるけどね、これやってるとああなんか一点集中型だこれ。まあちょっと絵として表すのも苦しそうだし、どうなってるかややこしかったので、もう途中で引き返す感じにしたと。その中心にまとまるのが楽しい時はあるけれど、これはそうではなかったかもしれないね。なんかね、中心にクワーッと回ってくのがなんか納得できる時もありますもんね。なんかちょっと。まあ。まあじゃあこれはこれで。そんなとこですかね。はい。はい、ありがとうございました。それでは、はい。それでは、ですね。チャンネル登録と、高評価と、まあなんならコメントも、コメントもらったことないけど、そうか。なんならコメントも、コメントがいっぱいついたら、ライブもやればいいんで。なるほどね。そりゃそうだ。ライブやっても何にもコメントのものが。あ、そうです、そうです。なんかいくらかコメントついてからじゃないと、ライブやってますって、お前らがやってるっていう感じになって、うん、はいはい、ライブの意味が一切ない感じになりますけど。うん、はい、どうもありがとうございました。はい、どうも。